ただいま。また電気をつけずにいたのか。昼はちゃんと食べたのか？駅前のデパートで寿司が安く売っていたんだ。二人分買ってきたから、一緒に食べよう。そうだ、真冬のことなんだが、味覚の検査の結果を聞いてきた。味覚が失われた原因はストレスらしい。今の問題が落ち着けば。そう、真冬はまだ戻ってこないのね。ああ、まだしばらくはかかりそうだ。分かったわ。なあ、もう一度あの日のことを話してくれないか。もう全て話したわ。本当か？どういうこと？確かに話は聞いた。真冬の成績が下がってスマホを預かろうとして揉めてしまったことも。だが本当にそれが全てなのか？私にはその話以上のことがあったんじゃないかと思える。でないと真冬は帰ることをあんなに拒まないだろう。頼む、もっと詳しく話してくれ。真冬のことを知って何が原因なのか突き止めて問題を解決しないと。真冬はこの家に戻ってこないかもしれないぞ。あの日、真冬に何が。私だって。私だってわからないわよ！私も真冬には帰ってきてほしいわ！決まってるじゃない！でも、もうわからないの！わからない？どうすればいいの？どうしたら？